Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? One, two, three, four. めぐって西へ東へ2024年1月10日水曜日本とこラジオのお時間です。お相手は想定家の矢作多門と愛の手役岩永さと子さんです。はい、こんにちは。こんにちは。いや、もう今日が新年、1本目のラジオということで、はい、なるほど。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。え、大晦日がね、うん、なんか無事終わるのかと思って始めましたけど思いのほかたくさんメールが来て、メールが全部読み切れなかったっていうことはあったんですけど、うんうん、予定してたね22人のゲストの話は全部聞けて、はい、年を越すことができましたけどね、うんうん、でもまあもういろいろ大晦日に話そうと思って置いたトークのネタが、うん、なんか全然喋れなかったうん、うん、ってのはね、そうそうそう、次から次へとやってけばやり、次から次へと、なんかやっぱりね、うん、大晦日のね、あの時間に合わせて待ってくれてるゲストの人たちを考えると、うん、ちょっと遅れるわけいかないなと思って、うん、いつにも増してね時間をなんかまあちょっと時間割がそうだからね、短いんですよ話を聞くのが。そうだ ね、10分15分じゃやっぱり本当にちょっと挨拶して少しエンジンかかったなぐらいで終わってしまうので、うんうん、まあ、やっぱりこのね通常回はたっぷり毎回ね話が聞けるっていうのが魅力ですから、はい、うん、40通ぐらい来たんですよね今年の、うんうん、私の今年の一冊っていうね、うんうん、普段そんなにメールが来ないので本当びっくりしたんですけど岩永さん、メールをラジオに出したことあります？そもそも。いや、実はないです。ない、一回も出そうと思ったこともない。うんうん、ね、うん、あります、あるんだけど、うん、結局出さなかった。踏みとどまった、踏みとどまった、はい、うん、出して採用されなかったとかじゃなくて、うん、出せてないです。出せてないのか、そうか、うん、いや僕もねそんないうことを言いながらラジオいっぱい、ね、投稿してるわけではないんですけど、うん、まあ、ラジオは好きですけど、うん、なんか、うん、それまさに大晦日のねオープニングトークにちょっと話そうかなと思ってたんだけど、はい、12月にね、うん、朝ねちょっと朝寝坊してたら、うん、娘がねゆさゆさゆさって起こしに来て、うんうんうん、起きてよ起きてよって言われていや 何、うん、何なのって言ってすごいもう、うん、ぼやぼや寝ぼけまなこでね起きたら、うん、なんか一之助のラジオつけてよって言われて、うん、春風亭一之助がね毎週金曜日あなたとハッピーっていうね日本放送のラジオがあるんですけど、うんうん、うちの娘、うん、ラジオまあ大体うちテレビ見ないのでラジオが主なこうメディアなんですけど、うん、中でも落語家の春風亭一之助が大好きで、うん、でその番組を楽しみにしてるわけですよ、うんうん、でたまたまその日家にいたのかな、で、うん、聞きたいと。で、なんかさっきまで妻がねいたからその持ってるスマホからラジコで聞いてたんだけど出かけちゃったから聞けないんで、うん、続きがって言われて、うん、そっかそっか、実はそのメールを出したと、うん、でそのメールがもしかすると読まれるかもしれないから、うんうんうん、今日はもう最初から最後まで聞かなきゃいけないんだと、うん、いうことでね、でなんか学習机の話をその日の、うんうん、まあ、フリートークのね時間で一之助と、うん、アナウンサーの増山さんがね話してたんだけど、うん、でそれにかこつけてその私のね、学習机には一之助さんの落語界のねポスターが貼って、うん、写真が貼ってありますって話を、うんうん、メールで送ったわけですよ、うん、でそれをずっとね固唾を飲んでまだかまだかと、いや読まれないかな、うん、なんとかって言ってたら、うん、でそのなんか合間合間に入るでしょ
そういう帯の番組って小さいコーナーが、うんうん、でその小さいコーナー、うんうん、僕なんか人生相談とか好きじゃないから人生相談とかはもう切ろう切ろうって言って切って、うんうん、で私が大好きな人生相談そうそうそう、いやでもね、あの一之輔の番組の合間にやってる人生相談ね、うん、本当ね聞くとね、なんかね一日が台無しになるのよすごいズバッと言ってる感じで人のなんか人を責めるようなね人生相談で嫌なのよ、全然気持ちが、うん、そうそう晴れないっていうね、うん、そんなんでそれを切って人生相談聞きたくないから、うん、あの切ってたわけ、うんうん、であまた終わったかなと思ってパッとつけた時に、うん、京都にお住まいのツタの葉っぱのツタさんからみたいな感じで読み始めたわけ。かわいいな、ラジオネームね、そう、うん、おいでね読んでくれたわけですよ、うん、とにかくすごい採用、うん、ですごい、うん、あの一之輔さんのね本を読むと寝る前に読むとそれでよく眠れる気がしますみたいなので、うんうん、一之輔も喜んじゃってちょっと落語風にね、うんうん、なんかその前にちょっとスニーカーのプレゼントがあったんだけど、この子にスニーカーを持ってまいれポンポンなんつってやってねそうそうそう、でまあサイン付きのね、なんか番組ステッカーではないんですけどなんかそういうのがあって、うん、ちゃんと、うん、つたさんへっていうサイン付きのねが来たんですけどね、嬉しいですね、これはね、あの12月の一番いい、うん、いや去年の一番いいニュースでしたね、うん、我が家でね最後駆け込みできたいいニュース、そう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 、うん、でもうなんかみんな舞い上がっちゃって、録音した録音したって、いやじゃあ録音しようって言って録音する、あのラジコをね、うんうん、録音するあのソフトがあるんですけど、それでそのそこの部分をね録音したりして、うん、なんでじゃあ今だこのラジコが聞けるうちにあの知り合いにも、うん、あの伝えなきゃとか言って聞いてもらわなきゃ、ラジオが好きなのか一之輔が好きなのか子供が好きなのかよくわかんないですけど親バカなのか、うんうん、もうハガキ職人になっちゃうんじゃない、そう、それでさその日にその日だったかな、その次の日にさ、うん、あ違う違うその日だ、打ち合わせしてたんですよあの外でね、うんうん、で、うんうん、一乗寺の近くのカフェに入って編集者と打ち合わせするんで入ったら、うんうん、たまたま隣の席に知り合いの人がいてね、うん、あなんでここにいるのって言って、ちょっとご飯食べてんですなんて言って、うんうん、でじゃあせっかく横にいるから一緒にお茶飲むなんて言って編集者待ちながら、うんうん、おしゃべりしてたらその人の電話がポロポロって鳴ったんですよね、スマホが、うんうん、であ出てくださいって、ああれって言うから どうしたんですかって言ったら、うん、あのちょうど僕の妻からね電話がかかってきてるっていうね、うん、でへそれで出たら、うんうん、その一之輔のラジオに、うん、娘が出たからそれを聞いてくれっていう電話だったんですけどなんか嬉しすぎても連絡網が、うん、でもやっぱ自分が好きなラジオのにね、うん、お便りを書いてそれが読まれてってね、うん、それがまたねラジオの電波に乗って聞けるわけですから、うんうん、こうやってやっぱほんとこラジオみたいなねこんなニッチな、うんうん、ポッドキャストにもちゃんとお便りくれる人がいて、うん、皆さんやっぱ自分のお便り読まれたら嬉しいわけですよね、うんうん、そうですよね、それをね改めて、うんうん、思いましたね、うん、声ってのは大事だなっていうかね、なんか文章、うんとかでももちろん嬉しいんだろうけども、なんか声でね、うんうん、その人が読んでくれるっていうのはいいもんだなっていうね、そうですよね、うん、いつも聞いてるメディアから自分の文章が ね、うん、読まれて聞いてるっていうのは本当つながってるっていうかね、うん、そうですよね、感じがするんですけど、今日はですね、うん、今日のゲストは、はい、人類学者の柏永雅夫さんに、今日ね、ゲストともに登場していただこうと思ってるんですけど、はい、柏永さんはね、先日、道を歩けば神話というね、ベトナムラオスつながりの民族史という本を、うん、あの作られて、それの想定を僕が、うん、あの担当したっていうねご縁で今日出ていただくんですけど、うんうん、ここにもねベトナムラオスつながりの民族史ですからつながりがある、まあ始まりっていうことと、はい、あの国の始まりであったり、うんうん、民族の始まりとか、うん、コミュニティの始まりとかね、それとまあ、うん、始まりとともにそこに、うん、人と人を結びつけるつながりが
あって、まあ、それをこう、うん、ベトナム、ラオスをね、またぎながら、いくつもの少数民族と出会いながら、まあ、あの旅行記のような、うん、人類学のフィールドワークの本のような、うん、ちょっと不思議な本で、柏永さんの本作るにあたって、あの編集者と、うん、まあ、一度もね、あのお会い しないでこの本を作ることになったんだけど、編集者が、うん、あのメール送ってきて、柏永先生のね、うん、写真ぜひ見てくださいって言って、どんな人なのかなと思ったら、うんうん、すごいその写真がマッチョで、うん、なんか、こう、え、すごいこんなムキムキの人なんですかって、そうなんですよって、うん、なんかボクシングもされてたとかなんとかって言って、あ、なんか全然もうイメージがもう謎すぎて、うん、それで原稿が届いたそのフィールドワークの絵が、絵や、うん、あの文字もね含めてすごく繊細で、あの、うんうん、めっちゃもうイラストレーターみたいな絵がうまいんですよね。へえ。でもなんか僕の中でイメージが人類学者と、うん、その、うん、プロボクサーみたいなこのマッチョマンと、うん、その繊細なイラストを描く人と、うん、ものイメージがこう、うん、頭の中でキメラのようにぐちゃぐちゃになってしまって、うんうん、今日はいや一体どんな、ね、感じでお話できるのかってすごい楽しみにしてたんですけど、うんうん、この後ゲストトークであの登場して、今日はあの珍しく一乗寺のこたつスタジオからねお届けしていて、はい、柏永さんも、うんうん、大阪からね来ていただいてるので、ここで、生で対面でお話を聞こうと思ってます。はい、というわけで、では最初の曲、ベン・ゴールドステインで One Step at a Time。It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for ya. We all got our beefs and our struggles, but we keep on trying to hide it. Working so hard to keep it together. Maybe it's time that we let go.ということで、本とこラジオ、今日はゲストトーク、
文化人類学者の柏永雅夫さんに来ていただいてます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新年早々ね、はい、大阪から京都まで来ていただいていや、やっぱり京都寒いですね。あ、寒い。大阪に比べて、大阪に比べるとね、やっぱりこの底冷えする感じが。そう、またはい、ここの家が寒いですからね。なんか一乗寺の駅降りて、はい、うわ京都来た、この底冷えか、うん、そう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 。なんともね、寒い風がね。そうですね。僕やっぱインドにね長く暮らしてたからあれだけど、寒さにやっぱ暖かい国に長くいると弱くなる感じがあるんですけど、うん、どうですか、寒さ暑さだったら。そうですね、僕ね、うん、けどもともと暑いの苦手だったんですよ。あ、そうなんですか。で、なんでベトナムっていう、うんうん、ベトナムまたむちゃくちゃ蒸し暑くて、うん、そうですよね、湿度が結構ありそうな、はい、湿度は高いし、最初はね、文化人類学やるときに北の方でもいいなと思ってたんですけど、北はなんかシベリアとか、そういうカナダや、カナダとか、はい、まあね、うん、あの寒いところっていうのをちょっと考えたんですけど、寒いところは荷物が多くなってお金かかるな。確かに。行くのにもね、やっぱり装備がいろいろ必要ですよね。装備が大変。確かに。身軽な感じではいけないですもんね。身軽な感じでは行きにくいし、うん、まあそれにね、まあ寒いところで文化人類学でっていうと、まあ今の文化人類学って全然違うんですけど、僕なんかものすごい古典的な民族学、文化人類学に興味があったから、いわゆる未開っていう感じのところ、うんうん、まあ未開とは言わなくても、うん、とにかく人類学者が入ってなくて、あ、人類学者の調査がないところに行きたかったんですよ、うんうんうん、まあその一応こう ブラックなとか、あの地図上にないというか、ね、地図上にここどうなってるか、うん、みたいな、そういうところに行きたかったんですよ、うんうん、それでまあ消去法で、うん、あの消していくと、まあベトナムラオスあたりやなっていう、そういうのもありました。あ、はい、それで暖かい方にそうなんですよ。消去表でたどり着いたという、ね、それでハノイに行ってみたところ、うんうんうん、この湿度、うん、あかんって思って、うん、それでまあ山地の方に行って、うんうん、あ、やっぱり山地の方はいいところなんや、うん、と、うんうん、まあね、もちろん熱帯だから、うん、昼間は暑いんですけど、はいはいはい、夜になると涼しくなってくるし、うんうんうん、そうか、その寒暖差が、はい、寒暖差はあるんですけども、うん、なんていうか過ごしやすい時間帯っていうのがちゃんとあるんですよ、うんうんうん、そうか、一日中暑いわけではない、はい、うん、それはなんかそのなんか生活に合ってくると慣れそうですね。そうですね、うん、でまあただベトナムって好き勝手に調査でうろうろできるところではなくて、うん、はいはいはい、ね、それがちょっとびっくりしましたけど、はい、うん、そうなんですよ。だからまあいろいろ許可を取ったり、うん、いろんなことでハノイにいる時間っていうのはめっちゃ長くなって、うんうんうん、で、うん、まあ山地の方に行くわけですけど、うんうん、まあ最初の方ずっとバイクで行ってたんですね。でバイクで行くとね、山を越えるたんびに、うん、空気が変わっていくんですよ。で、どんどんその、うん、ハノイは、うん、海に近い方のデルタにあるんですけど、あの川の下流部のデルタの方にあるんですが、うんうんうん、もうね、そのなんだろう、重苦しい湿気がもう、うんうん、頭の脳みそにまで霧がかかってるような感じがヘビーな、いや、山を越えるたびに消えていくって、うん、そういいですね、爽やかでね、爽やかな、うん、で夜がちゃんと眠れるんですよ。あ、なるほど。でも睡眠の質が全く変わるっていう、まあそれはやっぱりものすごい快適でしたね、うんうん、そのね、今もうすぐハノイに行ってしまいましたけど、すいません、そもそもハノイに行くまでやないまでのね、いや、人類学者になる人ってなんか、まあ僕の周りにもね、何人か人類学者の人がいますけど、はい、まあみんな面白い人ば、経歴の人ばかりで、なんかどんな人なんだろうっていうことをね、普通のまずリスナーは気になると思うんですよね。お生まれは大阪ですか。きっとね、兵庫県の、あ、そうか、兵庫って書いてありましたね。まあ神戸生まれなんですけど、うんうん、神戸市生まれなんですけど、うんうん、はい、
もう物心ついた頃にはもう、明石市に引っ越してたから。明石に、はい、だからまあなんか明石育ちですね。ほう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 。でまあ明石は、まあ海も近いですし、だからまあ、釣りしたり、ね、明石っていうと本当ね、お魚の美味しいところですよね。そうですね、みんなね、明石に住む人はみんなそうなんですけど、まあ、うちの両親ももともと関西とは縁のない人だったんですが、もともと生まれは、九州と山口だから、全然別なんですが、明石に、まあ、まあだんだんやっぱり住宅地化してきて、横の よそからの人が入り込んでくるんですけどもね、明石に住む人は一度は釣りにはまるんですよ。あ、そうなんですね。もうそういうものになってるんですね。明石といえばみたいな。まあ女の人は違うかもしれないけど、男の人は大体ね、まあ人に一生に一度モテ期があるとすると、明石に住む人は一生に一度は釣り期が来るみたいな。それはもう周りに釣りをやってる人が多いからってことですか。そうですね。みんなやっぱりどっかで釣りとは関わりがあるし、まあさね、海を常に、まあ海も近いし釣りやってる姿を見るから、まあ釣りっていうのがすごい身近なんですよね。うん、えそうするともう子どもの時から周りで子どもの時から、そうですね、周りがみんなやってたから、もう当たり前のように、はい、それでまあ僕は海釣りもするんですけど、途中から川釣りが好きになって、でまあ川釣り、まあもちろん近所の池や、まあ小川で船や卵や釣ってたんですけれど、渓流釣りが好きになって、けど明石なんて渓流なんかないんですよ、あ山の方行かないとないですよね、渓流ってね。 そうなんですね。それをたまたまね、渓流釣り連れて行ってくれる人なんかもちょっと近所にいたりしたんで、でまあ渓流釣りをするようになり、大学は東京にいましたけど、僕らの大学生の時は、というか自分が不真面目だっただけかもしれないですが、ちょっと、ね、大学とは違う方向に釣り竿を持って行って、それで、まあ地図とかで見て。釣り竿担いで。ここはいるやろっていうところを地図で探して、駅まで行って降りて、まあ、ちょっとした山一つぐらいなら、超えるぐらいの感じで、それで釣り歩いてました、山梨方面とか。頭の中が結構な割合釣りのことでいっぱいだったわけですね。だもう子供の時からその大学生になってもずっと釣りしてましたね。で東京ってね、まあ今どんどん高層化進んでるけど、昔、ね、夕暮れ時になると奥多摩、の方の山や富士山が見えたりしましたよね。あれを見ながら、ヤマメおるな、あっちの方に呼んでるな、呼んでる、ヤマメが呼んでる、それ学業的には大丈夫だったんですか、いつも釣りのことなんか釣りのことや違うことばっかり考えてましたね。何ですかね、釣りの魅力って。何でしょうね、渓流釣りと海の釣りって全然違うと思うんですけど、渓流釣りってずっと歩いてないといけないんですよ。そうなんですか。そしてそうなんですよ、全然町の釣りじゃなくて、それで考えてみると移動していくっていう、移動していくっていう、ですごいイワナにせよヤマメやアマゴにせよ、警戒心強くて臆病な魚なのに悪食いですから、なんかこんなに魚ってアホやったかなって思うぐらい釣れる時がたまにあるんですけど、入れ食いみたいな、そういう時はものすごい例外で、ちょっと流してみてあかんかったらすぐにどんどん移動していかないといけなくて、だから常に、歩いてないといけないんですよ、
でよくよく考えたら、歩くっていうのは河原をずっと歩いてくるってことですよね。大体河原をずっとですね、うんうんうん、でまあ川沿いをずっと釣りながら登っていくのが普通ですけど、うんうんうん、そうすると実際に水の中に餌が垂れてる時間って結構短いんですよ、うんはい、あ歩いてる方が長 い, てい歩いてる方が長くて常に歩いてたり、うんうん、まあ餌の付け替えや、うんうんうん、引っ掛けた糸や仕掛けの処理なんかで、うんうんうん、常に手仕事してないといけないっていう、うんうんうん、でまあ歩きながらあそこに行くんだったらどういう風に回っていったらいいかなとか、うんうん、魚を釣るというよりも釣るための他のことに常に追われてるような感じで、うん、そうか、じゃあ本当海釣りだとね、そんなにこうまあポイントを変えるぐらいはあるとしても、はい、そんなに動き回らないですよね。そんなに動き回らない釣りが多いんですけど、うんうん、でそれは全然魅力が違いますね。まあ、水の中に釣りを糸餌が入ってる時間がやっぱり海釣りって長いんですけど、うんうんうん、まあ渓流釣りって逆でピュッと入れてそうなんですよ。ピッと入れて、ああ、引っかかったとか、うん、入れようと思ったら木に引っかかったとかね、そんな漫画みたいな愚かなことが。そしてまあ、人と一緒に釣るのではなくて、うん、一人で大体行くもんですし、でまあ、ね、場合によっては鉄砲水やにより急、うんうん、ね、急な増水ですとか、うんうん、そういうこともあるから常に地形を読んだり空を見たり、うん、まあ動物もね、はい、まあ水辺も、うん、前今年去年か去年熊に会いましたけど、うん、熊に会うことも山ですからね。だからそういうなんか違うことに対するセンサーを働かせてないといけないっていう、うん、それが多分渓流釣りの面白さなんだろうなっていう、うん、だからもう釣りも含めてやっぱり海より山派っていう感じですね。そうですね、どっちかっていうと、うんうん、だからなんだろう、渓流釣りにハマる人っていうのは、ええ魚釣ることばっかりの人は渓流釣りはハマれないんだろうなっていう、はいはい、あ、そうか、もうちょっと全体で山を楽しめる、うん、山自体を楽しめるっていうのは、うんうん、だからなんか植物や鳥やいろんなことに興味を持てるとか、うんうんうん、そういうのって重要な要素で、はい、うんうん、でもそうやって山の中にいて、まあ、釣りとかね、もちろんそういう他の動物や植物にも興味を持ちながら車の梨の中で、はい、そこで動物とか植物ではなくて人間にを学問する世界に入っていくっていうのはなんかきっかけがあったんですか。なんでしょうね、うん、けどね、なんかイブセマスジなんかも釣りのことを書いてて、はい、うんうん、まあ釣りをやる人っていうのは、うん、ちょっとエッチな人が多いとか。そんなことそんな分析あるんですか。まあ、要するにまあ割と属性にまみれてるというか、うん、属だったりする、うん、で確かにね、釣りに行って渓流釣りをまあずっと山の中の川沿いを一人で歩きながら、うん、はい、何を考えてるかっていうと、うん、やっぱりなんかシャバのことばっかり考えてる。あ、そうか、頭の中は頭の中で、うん、まあそこの景色やいろんなものを楽しむっていうのの一方で、はい、シャバの雑念に、うん、煩わされ続けてるっていう、うんうん、なかなかそこで長族の境地にはいけない、うん、これね、さっきその人類学をやろうってなって、はい、まあ、消去法でね、ベトナムにたどり着くってことは言ってましたけど、はい、そもそもなんで人類学、なんで人類学なんですかねとか、ね、明石で育ったっていう話をしましたけど、うん、はい、中学とか高校は姫路だったんですよ、うんうん、で姫路っていうとちょっと
奥の方にちょっとまあ市川っていう川が流れてるんですが、その市川上がっていくと福崎っていうところがあって、まあその福崎あたりでも釣りしたりしてましたけども、その福崎っていうのはあの柳田邦男の出身地なんですよね。そうなんですね。でまあ松路哲郎なんかも加古川の近辺ですから、割とまあそういう人が身近にいたせいもあって、まあ、全然時代は違うにせよ、柳田邦男の昔の書いたものっていうのはどっかの播磨の漢字を念頭に書いてるものっていうのは結構ありまして、柳田邦男のものとかを読むのが好きだったんですよ。もう中学生高校生ぐらいの時から。それからまあ宮本常一とかも好きでしたし、日本民族学のものなんかは結構読んでいて、で大学入ってもあの学校とかもあんまり適応できなかったんで、学校は適応できないっていうのは釣りのことばかり考えて、まあ全てが、ね、全てが、全てが、うん、もうあのこれしよう、大学は東京だったわけですよね。大学は東京でしたしね、そうまた東京って、ね、自分が生まれ育ったようなところとはだいぶ変わってくるわけですもんね。そうですね、もう本当学校行ってね、みんな右向け言われたら左向きたくなる、なるよ、ね、もうだから全然ダメだったんですよ、だから大学入っても、まあ僕そのまま普通に会社に行って自分が就職するとかそういうことなんて全く考えてなかったし、まあなんか別に小説書いて歌ったりとかするのに大学の卒業資格はいらんし、まあそうですね思って、あ、じゃあ物書きでもなろうかなと、物書きでもなろうかなっていう感じだったんですよね、でまあだからそういう中で、まあ、民族学や文化人類学のものを読んでて、それでまああの大学の時は日本文学っていうのを専攻して、それでまああの聞き神話ですとか、まあ古典を中心にやってたんですけど、古典って結局テキストはもう増えないし、まあそうですよね、もうずっといろんな人がそれのもうね、解釈を掘って掘ってなわけなんですよ。それでよくやる手法として、まあ全然時代が違う昔の日本の文化や習慣を解釈するのに、どういうふうに解釈したらいいかっていうので、あの文化人類学や日本民族学の成果を持ってきて、まあ解釈するというのはすごいよくあるんですよね。それを見ながら、それをやるんやったら、自分が文化人類学とかやったらいいやんって。そっちの方がまだ手つかずのものもいっぱいある、ありそうだし。そうですよね。それでまあ、僕も釣り竿持ってうろうろしたりすんのも好きだし、一人でうろうろしたりすんのも好きで、もう一つ文化人類学でいろいろフィールドワークやったりしてたら、事実は小説よりもきなりというし、小説のネタが集まるな。そうですよね。ネタ集めになる。そういう感じが出発点で文化人類学を始めて、そこでお金稼ぎながら、なんとか小説も書けるか書けるかな、みたいな。そういう非常に。結構不従順な動機で。不従順な動機。そうです。それで、まあね、海外にフィールドワーク行けばそういう海外で暮らすこともできるわけですね。なんかいろいろチャンスが広がれば、自分のなんかね、書くものの経験にもなりそうだし、なんかそういうので、勘違いして言っちゃった言っちゃったいやでもそれがあるから、なんかあの柏永さんのこの本って読み物としてすごい面白いんですよね。まず ありがとうございます。それなんかこう、まあ、いろんな、ね、タイプの人類学者の人たちいるんだけど、なんか、まあ、僕はひたすらこう学術、硬い学術書を今までね、いろんな人のデザインしてきたんだけど、まあ、それはそれでいいんだけど、もっとなんかこう物語的なね、部分がすごい強いなと思って、
その秘密は実はスタート地点からあったんですね。いや、 やっぱりね、まあ、柳田国男なんか日本民族学、うん、ね、と言いますが、うん、まあ、柳田国男の書いてる論文ってされるようなものを、はい、例えば今僕が、はい、まあ、民泊に言いますから、はい、民泊の学術誌、あの、うん、研究刊行物に投稿されてきて、うん、査読せよって言われた、うん、これ落とすしかないよないうのばっかりなんですよ。そのいや、だからそれだけそのダメっていうことじゃなくて、うん、それだけ、うん、まあ、そういう研究論文のフォームっていうのができてしまって、うん、はいはい、なんでしょう、ものすごいある意味技術的になってるし、うん、夢がなくなっているというか、じゃあ昔の方がもっと自由だった部分があったってことですよね。で、このまあ随想的な、うん、ちょっと乱暴な推論も書けるし、はいはいはい、そうですよね。ね、乱暴な推論書いたら、うん、あの実証性能ないことは書かない、うん、証拠出せとか、うん、いや、宮本恒一なんかの本読んでてもやっぱり読み物としてまず面白いというのありますよね。うん、そうなんですよね。なんかそれってなんかどんな、ね、貴重な研究をしててもなんかそこに語りに魅力がないとなんか、まあ、特に普通の人は読まないですよね。そうですよね。ね、昔僕が大学院生だった頃に調査に行って帰ってきて、はい、それでまあベトナムの大族の村に行って、はいはいはい、大族の村でこんな話あんな話があるんですよ、うん、っていうことを面白おかしく喋ってるとそれを聞いてた、うん、まあ、あのもっと年配の先生がだんだん、はい、うん、イライラし始めてそういう文化史的なことっていうのは、うん、実証できないからもう今から何十年も前にもう文化人類学者やめようっていうことになったんじゃないっていうそうなんですか。あ、そうなのかと思って。でも確かにその柏永さんがやってる人類学のやり方ってもうある意味、うん、こう王道というかこう、うん、オールドスタイルの感じがあるのかもしれないですね。オールドファッションっていうか、うん、そう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 なんかストロングな感じで、なんでしょうね、うん、写真でもほら、うん、ね、あのデジタルでカラーでこうね、はい、バキバキ CG のようなね写真を撮る人もいれば、はい、あのモノクロでね、うん、ザラザラドロドロの写真を撮り続けるような人もいて、どちらかというとそのザラザラドロドロ路線というか、うん、絵がでもすごい上手いですよね。 あれは何なんだろうと思って、子供の時から絵が好きだったとかですか。ね、絵描くのは好きだったと思うんですけど、うん、いやそれね、なんかいや本当に褒めてもらえて嬉しいんですけど、いやちょっとこれは僕驚愕の絵の上手さだなと思っていて、いやなんていうのかな、絵の、絵の上手いって別に写実的に描けるってことじゃなくて、うん、そこの感じがすごく出てるというか、ちょっとした生き物とか人のちょっとしたかがんだ感じとかすごくうまいんですよ、捉え方が。ありがとうございますで、こういうの本当イラストレーターでもそういうふうに描ける人ってあまり多くなくて、だから、まあ、それをよく見てるっていうのもあるんだろうけど、いい、一体どうしてこんなに絵が上手なのかしらっていうところがあるのかしらっていう。いい、なんか、うん、そう、全然そんなね、絵描くこと自体は好きだったけど、うん、全然漫画が好きだったとか。漫画好きでしたね、うん、まあ、あの、うん、もう漫画の神様手塚治虫が大好きでしたけど同じ兵庫で、はい、そうですね、あの人もやっぱり身近で、うん、そうですよね、そう、全然話変わるけど、うん、手塚治虫の話をすると、はい、やっぱあの人宝塚で、うん、まあ昆虫少年 で、そういう意味でもすごい親近感を持ってたんですよ、うんうん、そしてまああの人のね戦時中にいじめられた話とか、はいはいはい、まあ水木しげるさんなんかのもそうですけど、ね、ビビビッとね、ビビ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 ビ
ね、あれを見ながら、うん、あの僕は何十年か生まれるのは早かったら、うん、同じぐらいやら、ね、ビビビビビやられてた、ね、うん、鬼軍曹にビビたされてた思ってたんですが、うん、あのまあ手塚治虫なんて自分で図鑑なんか書いてるじゃないですか。そうですよね、すごいですよね、若い時に、うん、そしてあの驚愕するのはその中に自分の想像で作った昆虫を紛れ込ませたりするあのセンスっていうのは本当に天才だなと思って、だから僕はダメって思ってたんで全く太刀打ちできないとお話にならないと思ってたんですが、じゃあ人の日常的に絵を描いてたというよりもやっぱりそのフィールドワークとかするようになってスケッチしたりっていうことが増えてきて、そうですね、なんかちょっとまあ、ね、あの授業中やることないから落書きばっかりしてるとか、ね、そういうことはあるかもしれないですけど、うん、まあけどフィールドワークする中でどうしてもスケッチするっていうことはあって、うん、もちろん写真とかもどんどん発達していく、うん、してますけども、うん、スケッチするってものすごい大事だなっていうのをフィールドワーク中にすごい感じたことで、うんうんうん、絵で描こうとすると細部をものすごいしっかり見ないといけないんですよね、うん、それが一つと、ものをじっくり見るっていうのが大事だっていうことと、絵を描いてると、まあ絵を描くのって時間かかりますよね、それなりの、そこに向かわないといけない、向かわないといけない、それで絵を描いてると、まあそのだけの時間があるから周りの人がまあいろいろその間に何やかんや言ってくるんですよ、フィールドで、うんうん、あ、そうか、その場でね、その場で、うんうん、でそこでの情報やそこからの広がりっていうのが非常に大きくて、うんうんうん、あ、そうか、じゃあ絵も一つのなんか調査の道具というか、そうですね、うん、なんかコミュニケーションのツールになるっていうの、なんか例えば農業のことをね、はい、うん、あの聞きながら、うん、まあ、うん、この作物は何とか、はい、どいつ 種植えんのとか、うん、そういうことをただ聞くだけよりも、うん、それをスケッチしながら聞くと全然違う、うん、いろんな深みのある情報型、うん、通り一遍の話ではなくて、うんうんうん、面白いですね、うん、さっきねその胎族のみたいな言葉が出てきましたけど、はい、多分多くの人は、え、ベトナムの話なのになんでタイっていうような具合で、あのタイ族というのが何なのかっていうのがまずよくわからないと思うんですけど、はい、いわゆる国のタイとはまた別の言葉ですね。そうですね、タイ族っていうのは、うん、広い意味でのタイ系の言語を喋ってる人たちで、うん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 、言語的には今のタイ語とも似ている。あのそうです、うん、あの言語的には例えばバンコクで喋ってる、うん、はいはい、あのタイ人の言葉っていうのは、うん、中部タイの言葉になるんですね、うんははうんうん、タイ族のタイ語全体の中でいうとごくごく一部になるんです、うん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 、でそのタイ族ってものすごい広い地域にいて、うんはい、で中国の南の方から、うんうん、ベトナムの北部、うんの山の中みんな大族だし、はいはいはい、うん、それからラオスも全部大族なんですね、うんはいうん、それしてタイも全部そうで、うん、それからミャンマーの北部もシャン州っていうのはみんな大族で、でまああのインドの端っこの方まですごい広くいるんですけれど、はいじゃあ本当東南アジア全域に結構散らばっているようなはい、うん、で共通してるのは山間部の、うん盆地で水田を作る、はいはいうん、まあ焼け畑もやったりするんですけど、うんうん、イデオロギーというか、うん、彼らのアイデンティティとしては水田っていうのが大事なんですよ、うんうんうん、でその中であの海に接近していったグループっていうのがいて、はい、歴史的に見ると、うん、まあ10世紀以降に南中国から東南アジアの山の方の盆地ですね、はいうんうん、盆地で水田を作っていくグループが広がっていて、うんうんはい海の方に行くグループがいて、それが海の方に行って海の方に行き着いてそっから海洋交易貿易なんかをやり始める、すごいですね、
そのグループが山の方にいたのに、そうなんですよ。そういう風に進化したグループがいて、それがいわゆるタイ人なんですよ。なるほどね。今の、はい、アユタヤバンコクに出ていったっていうのはそういうことなんですよ。海のね、近くっていうか、その水辺の、はい、水辺の、そしてまあどんどんその海を使って海上の交易を広げていく。じゃあそもそもは今バンコクにで暮らしてるような人たちも、はい、山にいたのが下っていったっていうことなんですね。はい、でそれの方がむしろ新しくて、だからタイ族の中でタイ人っていうとすぐバンコクの中心を人たちをイメージするんですけど、の人たちはちょっと特殊進化した、どちらかというと新参者で、そうですね、本来のタイ人、本来のタイ人ではない、もっと山の方に、もっと山の方で、なんか、その中でも柏永さんは黒タイって言われる人たちの研究をしてきたわけですよね。はい、はい、でこの黒タイっていうのは、まあベトナムの北部から、はい、ラオス北部にかけているグループなんですけど、今言ったタイ族の特徴としてよく挙げられるのが、まあ水田帝国と言いましたけど、もう一つは仏教なんですね。仏教化してるっていうのがタイ族の特徴としてよく言われるんですけど、この黒タイの特徴っていうのは仏教化してないことなんですよ。もっと土着のものを持っている。土着の精霊崇拝と、まあ祖先崇拝をやっていて、仏教化してない、それは面白そうですね。そうなんですよ。なんかそこがね、ちょっと特徴です。だからタイの研究者なんかは、まあ20世紀の、初めから仏教化してないタイ族がベトナムとかにいると、で彼らこそはそのタイ族の、一番古い文化を持ってる人たちなんじゃないかっていう形での関心がぐっと高くなるんですよ。でまあ僕がずっと、まあ、そういうところからこの黒帯っていうのは面白いなと思って入っていって、まあそこでいろいろ彼らの、まあ、生活を見、文字文化やいろんなものを見ていく中で分かったのは、そう単純ではない。そういう最初言われてたけど、もうちょっとごちゃっとしてると。もっと複雑だった。ただ単に古いものをグッとなんか維持してるのではなくて、彼らは彼らでその、彼らなりの、まあ、戦略なり、文化の、発達の仕方で、その仏教化せずに、続けていた面があると、まあそういう独自の文化として仏教化しなかったという。その黒帯の人たちも地域によってまた少しずつ変わってくるし、ね、時代によってもいろんな影響を受けてきたりするわけですよね。そうですね、やっぱりそこにはいろんな政治があるし、そうですよね、まあ、ベトナムっていうとね、はい、特に、まあ、ベトナム、まあ、ラオス、カンボジア、あそこら辺はみんないろんな政治の影響は受けてると思いますけど、特にねベトナムはそのイメージがありますよね。そうなんですよね。で、まあ北に中国っていう大きな王権があり、まあベトナムはまあ中国をモデルにした王権をどんどん発達させていく、がまあカンボジア、それからあのシャムですよね、あのバンコクの方に降りていく、そういう周りがどんどん王権を発達させていく中で、ベトナムの黒帯っていうのは上手にバランスをとって、生き残って生き残っていく。あのね、すごい八方美人なんです。なるほど。あっちこっちにいい顔してる。あっちこっちに。それでも生き延びる術としては最高ですよね、多分。そうですね。ああいう、もう全部を利用するっていう。抜け目のない。そうか。その黒帯のね、村でフィールドワークをずっとされてたって話とか、まあこの後、はい、あの本のね中身についても伺っていきたいと思います。間に一曲お曲を挟みます。デビッド・ジャック・マーシェルでファイア&ガソリン。 Well when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor
that she else's bar. I should have turned her away, but I was out of sight. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground, our true loves were dead and our hearts were full of grief. I was firing, she was gasoline. Good God, I was firing, she was gasoline. But we helped each other outlaw to ease some of the pain. Best friends and lovers most of the time. But I would go mad when she would turn mean. I was firing, she was gasoline. Yeah, I was firing, she was gasoline.道を歩けば神話って今回のね本の前に、はい、同じ左右者からですけど、はい、殴り合いの文化史っていうね本が出ていて、はい、で最初にそのね編集者が送ってくれた写真が本当にマッチョマンな、うん、これからスパーリングしますよみたいな写真が来たんですよ。どの写真だ多分ね、うん、試合直後の写真じゃないかな。あ、そうかな、うん、えボクシングをずっとされてた。そうですね、うん、そもそも大学生の頃からになりますけど、うん、始めたのは、はい、まあ、その前ちょっとムエタイやってて、うん、それで足を怪我してはあ、はあ、それで、うん、まあちょっともともとボクシングやりたかったし、うん、まあパンチの練習でボクシングジムにしばらく行こうという感じでボクシングジムに行って、うんうんうん、それからまあボクシング楽しくなって。楽しくなって。まあ、それでずっと。まあ、もちろん、ね、物書きから、人類学者になりつつ、ボクシングっていう混ざってくるという。そうですね。まあ、自分の故障もあったし、うん、それから、どうしても、まあ、フィールドワークをしたりとか、そういうので、長期間、はい、まあ、あまりジムに行けないっていう期間があったりしますよね。ボクサーとしては、すごいできる期間に、時期に、あんまり練習できなかったというのはあり。その時期は、その黒帯の村にいた。そうですね。うん、
黒帯の村に行ったのって90年代終わりぐらい、90年代です、うんうん、まあ97年から2000年、うんうん、まあ2002年、2、3年ぐらいまでは1年のうち半分はベトナムにいるような感じでしたけど、20代半ばぐらいですかね。そうですね、20代か30代にかけて、うん、から35ぐらいになって、はい、まあ大体博士論文やいろんなことが片付いた後にはい、はい、このまま終わっていいのか、これはいいのだろう、これでってそもそも俺は大学の先生なんかなりたかったのか、うんうん、そう殴り合いをしたかったんじゃないのかということもあり、それでまたボクシングジムに行き始め、はい、また再び、それでとにかく試合に出たいですって、うんそれでまあタイで試合やったりしてました、うん、タイで試合をやるっていうのはどういうことですか、はい、タイ人の選手とそうですね、うん、で日本ってあれなんですよ、プロのライセンスは嫌でも37歳で失効するし、うん、そうなんですね、で当時はもう30歳までしかプロテストを受けられなかったから、うん、35だったらもうそこからはプロテストを受けられないんですよ、うん、でずっともうその当時の規定では、うん、もう37ではもう絶対に引退しないといけないし、うんうんうん、でもタイだとそういう年齢の制限がない、タイはね年齢とか関係ないんですよ、結局ライセンス制度じゃなくて、うん、マッチメーカーとプロモーターが、うん、こいつは大丈夫って言ったら試合そんな試合、じゃあもう、ある意味言い方悪いけど、ノラの選手がいても全然いけるとなればできるってことなんですよね。まあ逆に世界的に見ると、うん、まあプロボクシングの協会があって、うん、そこでライセンス制度が、うん、ちゃんとあってっていうところは珍しいんですよ、ね、そうなんですね、で日本と、まあ、アメリカは州ごとにそういうのがあったりしますけれど、うんうんうん、他の国ではもう他の国は大体まあ、まあ、マッチメーカー腕プッシュのやつが集まってくるという大丈夫、簡単にね、うん、絵かけたんですけど無栄隊の試合やったらあるけど出るとか言って、無栄隊ちゃうって。いやけど、パンチだけで勝てる、大丈夫。いい加減なこと言うな。ゆるい。なんともゆるい。あの辺のゆるさがめっちゃ怖いんですけど。でも、殴り合いのね、文化史ってすごい面白いなと思って、はい、そのね、ボクシングもそうですけど、何か人が殴るっていうこと自体が、うん、それはもうすごくプリミティブな世界というか、そうです、ね、昔から営みの一つであったわけですよね、うん、プリミティブであり、うん、しかも一つの文化的な洗練がある、うん、はいはい、独特の拳で殴るっていう暴力自体が、うんうんうん、他の動物では珍しい、うん、確かに暴力の扱いで、そうか、そうですね、牙で噛みつくとか爪で切り裂くとかあっても、そうなんですよ、でグーにして殴るわけですもんね、うん、まあ、生物の進化の発達の過程で、うん、やっぱり4本の四肢だったうちの前が手になり、はいはい、前足2つが手になり、うん、後ろ足2つが足になり、うん、直立二足歩行をして、うん、そこでしかも拳っていうものがまた武器になるっていうのはちょっと不思議なんでね、うんうんうん、まあ人間は肩の関節が360度回るっていう、はいはいはい、そういう人体的な特徴もあり、うんうん、それで、まあ拳で殴る暴力っていうのが、うん、まあホモ・サピエンスが成立した時には、うんうん、誕生した時にはすでにあったと、うんうんでやっぱり近いのはね、オランウータンやチンパンジーなんですよ、ね、はいはいはい、はやっぱり殴るんですよ、うんうんうん、ゴリラとかもやっぱりすごい ね、 ね力があるとか言いますよね、はい、ホモサピエンスゆえのその暴力っていうのに、しかもそれが拳で殴るっていう風な暴力に特化したスポーツとして、スポーツがまあ発達していくっていうこと自体、ものすごいいろんな、まあ、偶然ももちろんあり、ね、うん、まあ、歴史が複雑に関わっていると、うん、それが工業とかいう形に、うん、で成立していくスポーツっていうものの中で、うん、
まあ、特にスポーツ、近代スポーツが成立する上でボクシングの果たした役割って非常に大きいんですよね。うんうん、まあ、なんかそういうところ非常に面白いテーマ。面白いでしょうね。しかも、あんまりみんなが気に留めてなかったというか、そうなんですよ。なんとなく、すごい殴るっていうこと自体すごい、まあ、暴力的なちょっと怖いイメージがあるから、はい、そこに分け入っていくってことをしてなかったところに、ねえ、もうボクサーになりたくてしょうがない梶永さんが、ある意味殴り声をかけていくようなところがあるという、うん、まあだからそういう意味で今回の、まあ、道を歩けば神話っていうのは、はいはい、まあ、せいぜいこの100年からぐら、うん、まあ、100年ぐらいの間に焦点を当てた、まあ、ベトナム、ラオス、うん、まあ、特に黒タイの人たちに注目した、うん、まあ、現代の本なんですよね、はい、すごい限定した人たちを扱った、うんね、けど、まあ、文化人類学っていうのは、うん、どっかでフィールドワークして、はい、まあ、そこの文化や文化について、うん、そこの土地の人たちの理解に近づこうとするところから、うんうんうん、その先に人間とは何かっていうのを見る、うんうん、そうですね、まあ、そういう視点ってすごい大事だなと思っていて、うんうん、はいはい、その意味で、うん、あの殴り合いの文化史の方が、うん、まあ、ある意味人類学、うん、まあ、普遍的なものがすごくね、はい、入っているもの。この道を歩けば神話の話にギュッと戻しますけども、はい、この本はどうしてそもそもこんな本あのをね作ろうっていうことになったんですか？まあ、これたまたまコロナの直前だったんですよね、うん、はい、2019年とか2019年の11月から12月 で、うん、はいはい、で帰ってきて1ヶ月半後にはもう、うん、コロナのことがだいぶ大きくなっていきますから、その直前ですね、2000年のもう初めぐらいにはね、いろんな国でもビザが下りなくなったりとかね、そうですね、ましたからね、うん、なんかその翌年コロナが出始めてっていう時に、うん、僕実はこの、うん、まあ、うん、その10日間の旅をしたのが、はい、うん、下敷きになってこの本を書いたんですけれど、その旅の期間、うん、まあ、この本にも書いてますけど、うん、めちゃくちゃ体調悪かったんですよ、ええ、それでなんか風邪ひいちゃったみたいな、ウイルス性のものですかね、完璧にウイルス性ですね。それで、うん、もうむちゃくちゃ喉が痛くて、うん、咳も出て、うん、それでコロナのニュース出た時に、うん、コロナやあ、そうか、これは絶対そんな中国で出てベトナムになんて入ってるやろ、うん、とっくに、うんうん、すごい交流ありますよねそれはねこれ絶対第一号ちゃうけどなんかコロナ思ってたよりだいぶ話題になってるから、うんうん、一号やっていうこと明かしたらまずいなとか思うぐらい調子悪かったんです、うんうん、だから10日間で、まあ、そのベトナムからラオスに抜けるような、うん、その黒タイの、はい、いや、いろんなね民族の人たちを追うような旅を企画したものの、はい、そうなんですよ、行ってみたら体調が悪くて、まあ、はい、でまあそのね、うん、これ行く時にまあなんかこの10年間ぐらいほとんど年に1回ぐらいちょこっと黒タイの村久しぶりに行って、まあ久しぶりって言っていろいろその間に来てない間に亡くなった人とかもいるから、そのたんびにそういう話を挨拶してっていうことばっかりやってたんですけど、大体そういう知り合いにね、海外に長く住んでたりすると、はい、次行った時はもう必ずその知り合い友達に会って行くだけで時間が過ぎてしまうという。それで、そのね、たまたま、まあ、ラオスに行きたい、うん、一緒に行きたいって言われて、はい、それで、はい、行こうと思ったのは、うん、なんか、うん、このね、本の中にも S 氏というね、はい、人が出てきますけど、S 氏と一緒に、旅をするっていうのがね、この本の軸にありますよね。まあこれも何かの縁だなと思って、うんうんうん、このまま声かけられなかったら僕はまあそのままね、いつも行くところに行くだけで終わってしまうから、はい、うん、ちょっと今まで行ったところぐるっと回ってみようかなっていうので行ったんですよ。それで帰ってきたのが、うん、
ちょうどだからそれがね、うん、殴り合いの文化史を出して、で半年も経ってない頃 で、うん、でまだその編集者の人とか、うん、編集してくれた人とかと喋ってて、うんうんうんはい、で殴り合いの文化史の方に4年ぐらいかかって書き下ろしで大変だったんで、ね、いやそうですよね、で今度はね、うん、軽いの軽いのちょろっと書きはサクッと書きます簡単ですって、うん、もう言って3年かかりました旅行記みたいなもんですなんて旅行記みたいなもんですもう何も調べずに僕の頭の中にあることだけで書きますみたいな言ったけども具合が悪くなってちゃって、まあ、十分にそこが、まあ、ガイドができなかったみたいなのもあって、はい、それをまあ本という形でその旅を追いながら補足を入れて、そうですね、一つの旅の形をしたちょっと民族史みたいなものを書けたらいいなみたいなのが始まりだったんですよね。なんかすごい入れ子になってるんですよね、うんうんうん、自分のその旅の話もあるけど、はい、そのまあ旅で順番にいろんな場所をたどっていくんですけど、うんうんうん、旅先であんなことあったこんなことあったっていうよりも、はいはいはい、その土地で出会った人や、うん、その土地で見たものから自分の中その土地の過去に入り込んでいくそうなんですよね。だからその10日間なんだけども旅をしているのは、はい、実際にそこに語られてるっていうのはもっと時間の経過がある物語で、そうですね、かつてねそれこそ90年代、うん、2000年代に訪れた時こうだったとかね、はい、この人の、うん、息子はこうだったけど、はい、ひょんなことで事故であって亡くなったとかいろんなこう移り変わりが語られていくわけですよね。この黒帯の人たち結構な割合でみんなお酒が好きなんですね。あ、はい、でところが柏永さんはあんまり酒が得意じゃない。うん、僕ね酒がね、うん、日本だとほとんど飲まないですか。日本では飲まない、うん、ほとんど飲まないですね。うん、でまあこの、ベトナムで調査してる時は飲むんですよ。うんあでまあ、すごいですよね。でも日本で飲まないのにベトナムで飲めるっていうのは。もう覚悟して覚悟して王都を覚悟して王都を覚悟してもう今最高記録は1日で4回吐きました。いやそんな記録いらないですだからねたびたびねこのね話の中に本の中にももうね飲みたくてしょうがない人たちが現れてすごい歓待を受けるたびに具合悪くなって吐いて今日もまた吐いたみたいな感じのオチがあるんですよ、ね、いやあの人のとこ行きたいけどあったらもう吐くこと必死やからおぼと必死の訪問、うん、やっぱりやめとこうね、さすがにその場で飲まないわけにもいかないというか、はい、そこにこう、うん、人類学者として入り込もうという気持ちや、うん、まあ普通に人間関係としてね、うん、なんかもう家族のような人たちもいたりして、ね、やっぱりすごいね向こうももてなしたいんですよ、うんうん、でそれを思うとまあ僕すごい悪いことしたなって思ってる思い出が、うんはいずっと前この本の中にも出てる福田氏と、はい旅に行ったと、はい、時にですね、うんうん、まあそれはちっちゃい田舎の食堂で、はい、おじさんと喋ってたんですけど、うん、そこのお店だったんですけどね、うんうん、お店のおじさんと喋ってたんですが、はい、そのお店のおじさんが、うん、まあまあ、おもてなしとしてお酒を出してくれたんですよ。うんうん、それどういうお酒ですか？米の、蒸留酒です。で、まあ30度、40度。それない強いやつ。まあ30度ぐらいかな。うん、やつをそれをまあ、おちょこいっぱいの乾杯して飲み、はいはい、いっぱい2杯は飲み干すっていうのが。あるんですね。あるんですけど、で、まあ僕らバイクだし、うん、その先もまた移動するっていうのもあるから、あんまり飲みたくないんですよ。で、それを、まあ、ちょっと断ったんですけど、うんうんうん、まあ、いや、まあ、そう言わずに、うんうんまあまあ、いうタイミングで、うんうん、なんか、
彼が家の人だったか近所の人だったかなんか呼ばれて席外したんですよ。でこれもう飲むんやめとこうって、その瓶の中にお酒戻して、それでちょっといない間にね戻ってきたら、そのね、あれお酒戻してるやんって、すごい不機嫌だったんですよ。それで、いや、これ別に悪意があるわけじゃなくて、って、でも、その、まあ、僕らバイクだし、もう、ほんとごめんって言って、まあ、謝って、まあ、けど、それで飲まずに、バイバイっていう感じで去ったんですけど、その時に彼らとしてはやっぱり精一杯もてなしたい、けどもてなし方が他にない、でそれを断ってしまったらもう彼らの行為の善意を全部やっぱりダメにしてしまうって、やっぱりそれは本当にそれをまた元の瓶に戻すみたいなその気持ちを不意にするような、そうなんですよね。それでやっぱり、でもやっぱりそういうことはやっちゃいけないなと、だからもうお酒出てきたら、あ、飲めないとか言いながら、はいって言って乾杯してごくごく飲んで、それ飲んでるふりしてなんか違うこう袋かなんかにこうね、いろいろその技術もあるんですか、まさかの、あのちょっと、あの乾杯っていう時にクッて頭上げるじゃないですか、その瞬間に、こぼす、こぼす、いやインドにね、あのヒンドゥーのお寺に行くと、ティルタって聖水をくれるんですよ、でその聖水は神様の像にあのいっぱいこういろいろココナッツとか、いろんなね水とかいろんなものを混ぜてやったこうありがたいお水なんだけど、大体飲むとお腹壊すんですよね。それを僕いかに飲んでるふりをしながらこぼすかっていう技術を身につけたんですけどまさにいや、まさにそうですよ。それからあのまああの五千、まあ黒谷の村だったら必ず、ご先祖様たちに備える杯を2つ並べるんですよ、つでそこにまずお酒をまずその2つについでから、まあ人にはお酒をついで乾杯するんですけど、その時に乾杯って言った後に、ご先祖様にって、おもてなしって言って、自分で結構ご先祖様もてなしまくってるやん、みたいな。まあ、ご先祖様もてなすことにね、悪く言う人はいないわけですからね。そんなあかん言う人、そりゃ反則や言う人いないんで。それはいいですね。そういうことをやって。黒帯の村に行ったら、できるテクニックの一つですよね。ただもうね、本当にね、どうせね、なんかそこでもてなしを拒否して、すごいまあ、不快な思いさせるよりも、飲んで、さっさと酔っ払って、さっさと寝た方が、さっさと吐いて。吐くなり、なりした方が、向こうにしては、まあ、なんか、こんなおもろいやつが来て、それで、さっさと酔いつぶれて、いう方が美しい思い出として残る。確かにね。悪い人じゃないですよね、ほんと。ね、向こうにね、目に映るのはね。そうなんですよ。いや、話また逸れちゃったけども、この、道を歩けば神話は、まあ、大きなテーマ、その旅のテーマとしては、その始まりとつながりっていう言葉が出てくるんですけど、まあ、始まりっていうのはね、国であったり、まあ、国にもならない、もう、コミュニティ、地域、民族とか、そういうものの始まりをこう、追っていくような話で、それぞれの、まあ、都市でも田舎でもね、いろんな始まりがあるっていうのが、あの、いろんな場所に行くと、そういう始まりを見つけては、それについて、あの、柏永さんが語り出すって、めちゃめちゃ面白い流れになってくるんだけど。始まりって大事なんですよね、ある人たちにとって。その、まあ、自分たちのつながりっていうのが、本当のところどうなのっていうふうなことを考えたときに、その、つながり合ってる人たちって共通の始まりから生まれてるよねっていうことで、そのつながりの感覚をそれぞれ共有できるっていう、そのために始まりっていうのが作られる、なんかこれが
始まりっていうのが、あの日本だと結構こう一つで考えがちだけど、まあ日本もね、実はいろんな民族や地域があっていろんな始まりがあるはずなんだけど、黒帯の人たちとか、まあその周りのね、いろんな少数民族の人たちってそれぞれの始まりを持ってんだけど、それがちょっとずつ絡み合ってくみたいな感じなんですかね。そうですね。で、あの黒帯のところって仏教化してないって言いましたけど、まあ儀礼と言いますか、信念でも何でも親族っていうのが非常に大事なんですね。で、まあ村だったら、まあいくつかの親族集団も3つ4つの親族集団で、まあつながってることが多いんですけど、で、まあそのお正月とかなんかご先祖様にお供えするときに、そのご先祖様を一人ずつ呼ぶんですが、始まりは大事なんですよ。必ずその始まりの人から、トップバッターから、トップバッター3人ぐらいまではっきりしてるんですよ。その後は全然はっきりしてない、もう全く分かる。そして自分よりも、まあ自分のひいじいさんまで行けばいい方ですね、自分のおじいさんの代ぐらいから、こっちはまあみんな覚えてるから、そのトップバッターの3人はずっと永遠の不動、なるほど。間はずっと変わっていく、間は全部忘れられるというか、まあ親族っていうもん、親族っていう集団もそういう形で出来上がってるっていう、なんかだから同じなんか民族でもいろいろこの本のね中に出てくる、あの黒帯白帯赤帯っていうの出てきますけど、もともと白帯だった人が赤帯になったり、赤帯になった人が黒帯になったり、黒帯が赤帯になったりみたいな、そうですね、え、そんな、そんな自由に変わるの民族ってっていう。そういう現実にはやっぱりそういうことが起こるんですよね。それが例えばゴレンジャーとかああいうのと違うわけ、はい、そうですよね。もうキレンジャーはずっとキレンジャーだけど。ねえ、やっぱ。赤レ前までキレンジャーやった人が赤レンジャーになったら、赤レンジャーがカレーばっかり食ってなんか、そういうことになりますよね。なんでお前赤レンジャーなのにカレー好きなのって、実は前キレンジャーだったからみたいなことが起きるわけですよね。でもそれがなんか、あの僕らが例えば少数民族とか民族って聞いた時のちょっとこう屈強なイメージというか、ある意味排他的なイメージみたいなものがあるんだけど、ちょっとそこら辺がかなりおおらかなんだなっていうのが、そうですね、ある意味、まあそれだけ、まあ日本人が東南アジアの産地の少数民族ってイメージしにくいと思うんですけど、はい、そうですね、いろんな民族がいて、こんな民族衣装の人は、例えば家族、こんな民族衣装の人は、あのコム族とかいうふうに分けていくと、なんかそれがものすごい、昔からすごい固定的な、あの集団として存在してるかのように思っちゃうんですが、何百年も様式を変えずやってきたみたいなね。実は最近結構作られたもんで、彼らの意識もコロコロ変わっているし、っていう始まりを作るなんて話もね出てきますよね。そうですね、でその彼らが変わるたんびに始まりはどんどん新しく作られていくっていう、面白い。本当にひどいと思ったけど、あのひょうたんからね人が生まれるみたいな、あのそれこそ国の始まり、人間の始まりみたいなね神話が いくつもあるんだけど、その中でひょうたん岩ってね、 岩から出てくるみたいな話がある、その岩が道路工事で邪魔だから爆破しちゃったっていう。そうなんです。ええー、っていう。なくなっちゃったのっていう、ちょっと。そうなんですよ、ね。そんな緩いことあるっていう、ね、まあ、それがね、少数民族の始まりのシンボルだからぶっ壊そうっていう。やっぱりそこにははっきりと政治があって。でもそんななんか知らずのうちにね、そんな大事な、ある意味彼らにとってはモニュメントだったものが。モニュメントだったものが。ただそのやっぱり何でしょうね、そのまあ黒帯の人たちの始まりのひょうたん岩っていうのが、
ディエンビエンっていう地域のアルムラにあるんですが、はい、うんうん、それがクロタイっていう民族全体の始まりの地だっていうふうに理解してるのはやっぱりその地域の人たちだけなんですよ。でクロタイの人たちはその地域だけじゃなくて、そこから何百キロも離れたところにもいるんですけど、その何百キロも離れたところにいるクロタイの人たちはあそこにひょうたん岩があってみたいなことは多分考えてる。考えてる。また全然違うお話がそこで育っていく。そうなんですよね。なんか人が移動してるし、なんかこういろんな価値観とかその物語もなんか移り変わってくっていうね。それがね、これ本当ないですよね、こんな旅行記。ありがとうございます。そう、だから、このね、まあ、すでに話を聞いてると分かると思うんだけど、柏永さんの、ちょいちょい入ってる俗っぽい例え、これがたまらないですよ。なんか、いやいや、そう言いますね。なんかの、ね、その神話の説明するときに、未来少年コナンにね、例えたり、ちょっと世代的には、しびれる。なんかね、真面目なのかなと思ったらね、このひょうたん岩の話のところにね、ひょっこりひょうたんとかなんかで言い始めたりして、この人はふざけてるのか、何なんですかね。やっぱオチをつけたくなるっていうのがあるんですかね。オチつけたくなるところありますね。いや、僕、これを書くときに、これに限らずそうなんですけど、なんか僕の中で短編小説の手本みたいなのがね、太宰治の、富嶽百景かな、はい、あれなんか読んでると、太宰治ってものすごいユーモアのセンスあるなと思うんですけど、ものすごいしみじみと、書いてるところに突然プッと笑わせるユーモアを入れたりするっていう、決してなんか そこに読者を没頭させないみたいな、ちょっとこう抜くというか、こう、そうですね、スーッと受け流すようなところがあるわけですよね。あの書き方っていうのは素晴らしいなと。だから本当落語聞いてるみたいですね。ありがとうございます。なんか毎度おなじみのくだらない話をみたいな感じで。こういう感じでね、おそらくさっきね、クロタイからの村から帰ってきて、そのことをおしゃべりしてたら、ね、年配の先生がそういうふうにたしなめたっていうのは、この感じで落語みたいに喋ってたんだろうなって。君は存在自体が学問的じゃないと楽園をされたような感じです。何でしょう、夢を見れるというか、無双できるというか、空想で楽しめるっていう、文化人類学の本来の魅力ってそういうところなんじゃないかなっていうのも同時には思ったんです。確かに、どうしても学問っていうとね、フォーマットが定まってきちゃうけど、実際は人間がね、そこに行き交ってるわけですもんね。道を歩けば神話というね、この本は、左右社から絶賛発売中ですので、ぜひ皆さん本屋さんでね、手に取っていただけたらと思います。とりあえず一旦ゲストトークはこれでおしまいにします。ありがとうございます。今日は、人類学者の柏永正夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。Wooden fingers tapping on my bone. Wooden fingers sending me a code. Old voice coming from the earth.Up my spine and in my mind. Telling me to come back home. Telling me to come back where I belong now. Lights are bright and so hard to give up.But it holds me close and tight now.
はい、お送りした曲は、Be Brave Benjamin で Wooden Fingers でした。ということでエンディング、まあ、エンディングも引き続き樫永さんにも一緒に今日はやっていきたいと思います、はい、お願いします。もうなんか全然あの聞きたいことが聞きたいことリストが10分の1ぐらいで終わっちゃったんですけど。すいません、喋りすぎました。いやいやいや、これでもね、やっぱり90年代、2000年代といて、で、今ね、2024年になってしまいましたけど。はい。で、最後に行ったのは2019年が最後か。それが最後ですね。そのコロナが終わってからは行ってないんですね。うん、一度ベトナムには行ったんですけど、うんうん、あの南のサイゴンから南の方なんで、うん、じゃあ黒鯛の村には行かなかった、はい、黒鯛の村には行ってなくて、で、うん、電話でもしようかなと思ったんですけど、うんうん、電話したらなんで来ないんだって怒られそうだから、ね、なんでそこまで来てるのにっていう、ね、何してんだっていう、うん、いやもう本当にね、この本の中でもね、樫永さんのこの黒鯛、まあそれ以外の少数民族の人もそうなんだけど、なんか距離感が何とも良くて、うんうん、なんかこう、もちろんね、日本人だからね、日本から来てお前何やってんだみたいな感じの人もいれば、なんかね、黒鯛のそっちの方の研究してるみたいに言うと、え、じゃああっちの地方のあの歌歌えるのみたいな話になって、もうなんか、はい、日本の歌じゃないんだ、ね、そこで聞きたいのはそれで、それ樫永さんがね、案外それをお忘れてるっていうオチがあったりしてね、本当、うん、歌って大事なんですよね。そう歌のね話とか、うん、今日付箋ね立ててたところもすごいいろいろあって、このまあ、本当このね話、物語の中で一番最後の方に声の文化を生きるって章があってね、で、うん、この中にねすごく僕はなんかやっぱこのラジオやってるので声の話っていうのがね、うん、すごく痺れたんですけどね。黒鯛の人たちは文字を持っている、文字を持ってるんですけど、書き残していってるって書き残してるんですが、うん、ほとんどの人が読めない、うん、だからそういう知識層の人たちが、はい、そういう、なんか記憶を記録を再生するためにそれもかなり特殊なもので、うん、でほとんどは歌なんですよね、うん、で歌を忘れないように書いてるっていうものがほとんどなんですよ、うん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 、だから僕たちが文字を学校で習ったりちょっとメモしたりするようなそういう使い方は全くしなくて、ちょっとした歌や物語なんかを忘れないように書いてて、それは基本韻文なんですよね。だからそれを読みながらどんどんあのそれをそのまま文字通りたどるんじゃなくて、そこから膨らませるし、それからその僕たちが新聞を読むような形では読まない、うんうんうん、必ずそこには節があって、うんうん、黙読ではなくてってことですね、はい、メロディーがある、うん、面白い、うんうん、このなんかね歌の節に乗せて値切りをする話とか、ね、品物の値切りをする話とか、ね、たまらないですよ ね、 ね、うん、そのね、どうしても書いた文字ね、うん、書く文化っていう、書く文化、読む文化っていうのがね、はい、すごく中心になって動いてるけど、うん、でも実はね、口で伝えていくってことの、うん、そうなんですよね、うん、面白さであったり、それ、うん、そっちの方が多いわけですよね、うん、多分世界的に、うん、まあ人類が出現して、うん、まあ何万年もやってきたことがこの100年ぐらいに突然変わり始めたっていうことなんだと思います、うんうん、だからそれがまあどんどんいくとね、本ではなくて例えばスマホであったりネットであったり、ね、文字やね、そういう、うん、二次的ななんか記録っていうね、うん、
のになってきちゃうわけだけど、うんうん、そこをちょっともっと一時的なものというか、うんうん、それこそ始まりに戻っていくようなね、そうですね、うん、それもやっぱ面白いなと思うし、うん、なんかそういうもの聞きたいですね、うん、いやますます楽しみ、また次回作もどうなるのかね聞きたいですけど、あの告知がねいろいろございまして一つは、2月19日ですかね、ちょっと先ですけど、丸善純駆動、梅田店でですね、柏永さんと川瀬いつしさんとの、あの、これの、この本の観光トークイベントがある、はい、フィールドワーカー、声の文化を書くという、まさに声ですね。うん、これ、あの、うん、本屋さん、来店とオンライン両方で楽しめるイベントみたいなので、この川瀬さんも結構その声の世界、そうですね、うん、あのまあ映像人類学とかをされてる人ですが、はいはいはい、アフリカの吟遊詩人の取材をされたり、うん、まあ彼自身も音楽作ったり歌ったりする人なので、うんうんうん、彼自身が吟遊詩人人類学者みたいな感じですよ。じゃあ吟遊詩人人類学者と落語家人類学者がだからね、落語っていうかね、講談っぽい感じですよね。うん、なんかきっと、うん、その蓄積された書き物の何かがあって、それをこう、あの、現代に面白おかしく語ってくれる人みたいな、結構そんなイメージがね、ありますけど、うん、2月19日ぜひ行ってみてください。はい、そして、ちょうどね、このね、道を歩けば神話というこの本を作ってるのと同時に、あの僕、うん、すごい似たタイトルの本を作ってましてね、うんうん、京都を歩けば仁丹に当たるっていうこれ、あの仁丹看板ってね、京都の町の至るところに昔からある住所が町の住所が書いてあって、そこの下にヒゲのね仁丹おじさんって、仁丹ってね、あの昔のフリスクみたいなねものがありますけど、うんうん、その森下仁丹の看板、放浪看板であって木製の看板っていうのが昔からあったそうなんですけど、それを、うん、取り上げた京都を歩けば仁丹に当たるって本があるんですけど、うんうん、これの観光トークイベントが1月20日土曜日、うん、1時から、京都文化博物館、老子店舗北川スペースで、行われます。あの、うん、仁丹看板のね、仁丹看板学会というのがあって、それとか、うん、まあ、この著者のね、この本の著者の人とかが登場する。で、しかもこれ、参加者には仁丹看板のキーホルダーがもらえるっていう。もうそれ、それもらいに行くだけで価値があるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、なんぜひ、京都、歩けば仁丹に当たる観光トークイベント1月22日。こちらもあの興味ある方は行ってみてください。柏永さんも、はい、さっきメモしてましたね。あの、はい、あのキーホルダーめっちゃ欲しいです。そして1月21日日曜日ですね。これは横浜の妙蓮寺、東横線沿線の駅である妙蓮寺で、本屋町というね、町のいろんな場所で、ブックフェアが起きていくというイベントが開催されます。これはあの、本徳ラジオでもおなじみの本屋生活作り方、あるいは三輪車が中心になってるんですが、本徳ラジオだとモノホーミーさんとかね、出版社さりげなく、うんうん、足立真理子さんとか、そこら辺の人たちが出ます。うんうんうん、で僕もアムブックスとして、出展するんですけど、自分のね、かつて妙蓮寺に暮らしてた時の家が、残っていて、そこの場所を借りて、うん、かつての住居で本を売るという、うん、いうイベントなので、ぜひこちらも、関東の近くの方は1月21日足を運んでみてください。ということで超早口で告知を済まして気が楽になりました。なんか昔ね、僕あの小学生高学年ぐらいかなの時に、あのなんだっけな、クロちゃんの RPG 千夜一夜って本があって、なんでその本を手に取ったのか分かんないんですけど、なんか黒田幸彦さんって言ったかな、うん、なんか昔その
そのテレビゲームとかの RPG とは別に、テーブルトークの RPG っていうのがあって、なんかこう、なんていうかな、本当ロールプレイなんですよね。なんかちょっとボードゲームみたいな感じのいくつかの道具を使いながら、そこで、集まった人たちが、それこそ勇者とか戦士とか魔法使いになりきって冒険をするんですよね、会話で。で、そのテーブルトークの RPG って相当ニッチな世界なんだけど、そのことを、書いたエッセイなんですよ。で、全然その業界については僕はね、小学生だし、わかんないし、なんとなくこのちょっと中世ヨーロッパみたいな、こう、剣と魔法の世界みたいなね、魅力はあるけど、なんかよくわかんないんですよ。でも、なんか妙に魅力があって読んじゃう。で、必ずオチがあるんですよ。なんかミイラ男や狼男や魔女や、それこそモンスターね、が出てきたりして、それがなんかくだらないギャグや、なんかでちょっとしたブラックユーモア言うんですけど、それがね、この本、道を歩けば神話をね、すごい似たものを感じて、この黒帯の世界って僕にとってはもうある意味、半分神話に足をね、踏み入れたような、ちょっとよくわからない世界じゃないですか。で、なんかいろんな人名が出てきても、そんなね、頭の中に年表が入ってるわけではないし、地名もわかんないんだけど、ところどころでクスッとさせてくれる。で、その先が気になるっていうね。ちょっとその本を唐突に思い出しましたね。なんか、ちょっと冒険ものにも考えられるしね。いろんな風に読む人によっていろんな取り方があると思う。民族っていうこともね、考える中でも、すごくいろんなヒントのある本だなと思いましたけどね。ぜひね、これ、本の中に、もうすごい細かい地図がね、手書きの地図がいっぱい、柏永さんが書いたね、地図があって、ほんとフィールドワークのね、ノートも、フィールドノートも素晴らしいんだけど、まあそれをね、想定にも使いましたけどね。ありがとうございます。そう、すごい細かく。こういう風に使われるんだと思って、感動しました。ちょっとした何かの計算の筆算とか、そう、誰かの服の作りとか、何かの間取りとか、家系図とか、すごい面白いですよ。じっと見ちゃう。ありがとうございます。まあ、日本語と黒太陽と、ベトナム語とごちゃ混ぜて。そうですよね。そう。だから、いくつこれ、言葉喋れんのかなと思って。いい、いい加減なもんですが。だって、ベトナム語と黒太語は少なくとも、はい、そうですね。喋れて、タイ語もわかる。まあ、タイ語と黒太語って、まあ、近いんですよね。ね、ラオス語と黒タイ語は特に近くて、まあ普通の会話は大体できるぐらい、できるんですか。タイ語は若干違うんですけど、多分黒タイの人をバンコクにいきなり連れて行って、2週間話とけば、まあ大体分かるようになると思います。でもフランス語はどうしてそんないきなりできるんですか。まあフランス、大学の時とかに。そうか。はい。大学のやってました。その文学青年だった頃に。文学青年だった。文学釣りボクサーだった時。釣りボクサーだった頃。ね、面白いでしょ。だからね、やっぱり、それで しかも今日全然その話はできなかったんですけど、この柏永さんがなんと、民族博物館民泊の月刊民泊っていう雑誌があるんですけど、それの編集長でもあるんですよね。はい、そうです。そう。で、これ告知するべきだった。月刊民泊1月号、2024年1月号がリニューアルしまして、はい、すごい、またぐっと面白い雑誌になってますね。特集卵っていうね。もう卵のことがこれでもかっていろんな先生が書いてるす、ね。すごくビジュアル的にもさらになんか。そうですね。だいぶスッキリしてすごい楽しい感じになって。世界ご当地卵料理機構とかね。これもたまらないですね。なかなかデザイナー泣かせの新面なんですけど。ちょっと、これは、月刊民泊って、民泊に行くと、はい。民泊のミュージアムショップでも買えますし、それから、定期購読4500円
あの可能です、はい、もう完全に赤字です、うん、そうですよね、儲けるためのものではないって感じですよね。会員さんが、うん、定期購読の会員さんが増えれば増えるほど赤字が膨らむという、うん、まあなんとかこの皆さん財団が財団が持つ限りは。でもこれがもうね、民泊自体が50周年ということでね。そうなんですよ、だからこれ48年なんですけれど、ね、はい、もう月間なので盆も正月もないです、うん、そうですね、うん、今回の特集卵ですけど、次回の特集が隣の魔女って書いてあって、はい、一体どういう特集なのかっていうね気になるところですけど、最近魔女いろんなところにいる、そうですよね、うん、隣のなんとかみたいなのでね、うん、魔女は隣にいるというはい、もうそろそろやめろという感じがしてきたので3時になる前に、おしまいにしたいと思います。今日全然メールも大晦日でね読み逃したものを読もうと思ってたんですけどそんな時間はなかったので、また次回以降に読みたいと思います。はい、そんなこんなで、本をめぐって西へ東へ、2024年1月10日水曜日本とこラジオを開きにいたします。お相手は想定家の矢作多門と岩永さと子と柏永正夫でしたでは、また再来週にお会いしましょう。はい、さよなら、ありがとうございました。It's worth the wait, darling. You've been on my mind. Gonna love you till the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let